あなたは今本気で何かに挑戦しているだろうか。すべてをかけて実現したい夢はあるだろうか。これはソサエチ界に嵐を巻き起こす夢と希望に満ちた若者たちの果てしない挑戦の物語だ。9月初旬のまだ暑さが残る季節。おはようございます。毎月第1土曜日はソサエチ一部リーグの公式戦だが、今日はグランドの様子がいつもと違う。コロナ感染拡大のため公式戦延期が余儀なくされた。当日グランドが使用できたため、強い雨の中でも練習に励むエルアグアの選手たち。雨の中、最悪なコンディションの中でもバチバチに練習をするエルアグアの選手たち。グッドグッドグッド、はい、待ってきたね。よし、ね、お疲れ。ファイナルだったね。リーグ戦が延長、はい、あ、そうっすね、リーグ延長になりましたね。12月ってどうなの、はい、全国ないんじゃない。確かに1月になっちゃう。結構なんだろう、 P リーグ結構大事な試合だったじゃないですか、うん、結構多分みんなね合わせて行ってましたよね、うん、合わせてた、合わせてたっていうか、ある程度なんかそのP リーグに向けて、なんだろう、モチベーションみたいなのを持ってましたね。そうなの、うん、ずるそうじゃないですか。結構俺 P リーグ結構楽しみにしてたんですもん。まあ、仕方ないですけどね。いやこの、この状況だから、うん、めちゃめちゃやりたかったけど、まあ、全国いつやんのかな。そうなんです。まあ、今、なんだろう、もうカッコつけるわけじゃないですけど、まあ、今俺らにできることってやっぱり目の前のでもシンプルにショックっすよね、はい、こういう仲間がいることも俺はショックっす。俺がいいこと言おうとしてるのにさ。リーグ戦な。なんで、まあ、P リーグ戦が一番最終節に回ったっていうところも考えて、戦い方っていうのも変わってくるかなと思うので、そのまあ言ってたように日本一連覇っていうところに戦い方が、それこそリーグ戦の入れ替わりで順位っていうのも残り2節で変わっ、残り3節あるんですけど2節連勝すれば全国も決まると思いますし、まあ今後の戦い方っていうのも変わるかなと思うので、そこをまあチームで決めるなり作戦を練ってリーグを取りに行きつつ、まあ全国も見据えてっていうのをチームで共有しながらやっていきたいなと思うので、いやーサンキュー、これからもよろしくお願いします。よし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 、サンキュー。また続きます。ありがとうございます。お疲れ。まあ、リーグ延期になってあこういう練習になりましたけど、まあ、今月もしっかり集まって来月リーグしっかりやっていきたいと思います。あ、俺もそうだけど、まあ、ちょっとミスって知ってるみたいな、まあ、目立つから、まあ、ちょっとリグさんの気持ちもちょっとやろうか。俺もね、そうだし、まあ、ちょっとどうしたも、まあ、めっちゃ横目差ついちゃって、まあ、緩くなるのもあるけど、まあ、なるべく相手に合わせないと、まあ、どことやったって、まあ、俺らは本気出して絶対負けないし、そこは絶対事実し、そこは自信持ってやっていいし、うん、俺らはそんだけやってるから、まあ、だからそこはまあ 理解して、ただまあ相手に合わせないの、常に。俺らは強いのは当たり前だから。で、俺ら自身と絶対妥協しないで追い込んで、やっていきましょう。いいです。コロナ感染拡大のためリーグ戦延期という自分たちではどうしようもない事態になってしまったが、選手たちはモチベーションを下げずに、ただ全国優勝その先を目指し、日々積み重ねて上を目指しているのであった。入りが大事だな。
超大事。めっちゃ大事。